ないで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。眠いな。まだまだ寝てたいよ。ってかもうずっと寝てたい。それで夢の中で可愛いお姉さんたちに囲まれてりゃもうそれだけで人生 OK だよ。それにしても なんか2つもなんかワープみたいなのがあるからちょっと落ち着かなくなったな、この部屋。まあ今日はこれといった予定もないけど、そろそろ起きるか。何しようかな。よし、パソコンでもチェックするぞ。うわー、何これ、すげえ。やっぱ大人の人ってすげえな。僕は別に こういうの勝手に見てるけど悪くないんだからな。お父さんとかお母さんが僕を注意しないからいけないんだ。とりあえず出かける準備でもするか。とりあえず着替えるか。着替えてと。これはちょっと、これでもいいんだけどな。まあたまにはこれにするか。やっぱり出かけるってなったらさ、それなりにお小遣いは必要だよね。つまりお小遣いイコールお金が必要ってことだ。どうしようかな。あ、こんなところにお金があるぞ。どうやらお父さんが気を使っていつも置いていってるみたいだけど、もう僕本当にいらないって言ってるのにな。もしちょっと多めに入ってたらちゃんとお父さんに残りは返すようにしようと。金さえあれば何でも手に入ると言っても過言ではない。いいか、金のくだりやめるわけねえだろ。当たり前だろ、これがやみつきだからな。本当に僕が登場した時が一番悪影響な気がするよ。さ、今日はみよちゃんさすがにいないかなって。なに、あそこでなんかローリングしてんだけど。怖い。何してんの。翔太くん助けて、バレエの練習してたら転んじゃってそのままずっと転がり続けてるの。みよちゃん頭大丈夫？絶対そんな人いないよ。最近みよちゃんのキャラがどんどん濃くなってる気がする。ところで翔太くん、一体どこに行くの？みよちゃん、本当は起き上がれるよね、絶対。しかも地味に俺押されてるし。もちろんみよちゃんのことを待っていたのさ。みよちゃんがローリングしているなら僕はみよちゃんの上に乗ってさらにローリングしていく。なんだあれ、小学生がなんか回ってんぞ。おい、最近の小学生ってあんな遊びしてんのか、すげえな。ちょっと見たい気持ちもあるけど、まあいいか、ほっとこ。ってそんな茶番はいいのよ翔太くん。いや、みおちゃんがやってたんだよ勝手に。今日は翔太くんに私の親族を紹介しようと思って。親族って、いや、みおちゃん僕たちまだ子供なんだしさ、そういう紹介の仕方なんか変だよ。まるで結婚する前の大人のカップルみたいじゃないか。だって翔太くんと私って結婚するじゃない。だから別に子供の時から私の親族を知ってても問題なくない？そうなんだけどさ、ほら分かんないじゃん。だって今まだ子供だしさ、大人になったらどうなってるか分からないっていうか。おい、なんだこいつ気が早いな。だから女ってやつはこう、なんていうか現実主義っていうかよ。こっちは今日フリーな時間だと思って楽しみにしてたんだよ。邪魔すんじゃねえよ翔太くん。今もしかして心の中で邪魔すんなって思った？思ってないよ。みよちゃん、そんなことめっそうもございません。じゃあ翔太くん、カフェの前で待ち合わせしてるから一緒に行こう。待って翔太くん。何どうしたの？手つないでほしいなって思って。オッケー、手つなぐ。あ、ごめんねみよちゃん、俺からつながないといけなかったのに。ああ、めんどくせえな、女ってやつは本当によ。ちょっと距離離してつないどこうと。あれ、お姉様まだ来てないみたいね。もしかして今日お姉ちゃんが来るの？っていうか、みおちゃんお姉ちゃんいたんだ。そうなのよ、お姉ちゃんはね、すごくね、美人なんだから。翔太くん、もしかしたら私よりお姉ちゃんの方が好きとか。あ、それはないか。だって翔太くん私のこと一番好きだもんね。もちろんみおちゃんのことが世界で一番大好きだよ。俺も悪い男だな、まったく。魔王様、お手を休めてはいけませぬ。いや、セバスニャン、私魔法使いなんだからさ、腕立て伏せとか必要あるのかな。何をおっしゃいますやら、基礎体力が大事なのですよ。そうだけど、私こう見えても女の子なわけだし、あんまり腕とかムキムキになるの嫌なんだけど。
大丈夫でございます。少しぐらい筋肉がある方が健康的でよろしいかと思いますよ。ああ疲れた。もうセバスニャンの訓練本当に疲れるんだけど。魔王様は愛だけの中でもかなり特筆した能力をお持ちですので、このくらいのトレーニングでへこたれているようではもったいないですよ。それに魔法使いは年収が高いですよ。うん知ってる。だからめちゃくちゃ頑張ってるの私。あそうだ、今日ミオと約束があったの忘れてた。やばい。あごめんねセバス、私ちょっとミオに会わなきゃいけないの。あのトレーニングはまた帰ってからするからごめんね。おやおや、魔王様はおてんばですな。そういえば今日ミオ彼氏連れてくるって言ってたな。はあ、まったくもう小学生のくせに生意気なんだから。でもミオの彼氏ってどんなのなんだろう。こうあれかな、好青年って感じの真面目な感じの子なんだろうな。カフェは確か、あそこかな。なんかすっごい引っ張られてるんだけど、あの子大丈夫かな。ごめんミオ、お待たせ、ちょっと遅れちゃった。もうお姉様ったら相変わらず時間にルーズなんだから。お姉様紹介するわ、この人が私の彼氏の結城翔太くん。はじめまして、結城翔太って言います。よろしくお願いします。しゃあミオちゃんのお姉ちゃんめちゃくちゃ可愛い。でもなんでこんな格好してるんだろう。まあいいか、可愛いから。あなたが結城翔太くんね。いつもミオのこと可愛がってくれてありがとう。私はミオのお姉ちゃんの相田真央です。とりあえず二人とも私遅れたんだから、何でも美味しいものご馳走してあげる。え、そんなの悪いですよ。ご馳走だなんて、僕からしたらお姉さんに会えたことが何よりのご馳走ですよ。お姉様、翔太くんはまだ小学生ですので、あまり発言の内容がよく分かっていない部分があるのでお気をつけください。さあ、翔太くん行きましょう。翔太くん、私がそばにいるっていうこと忘れちゃダメよ。はい、すいません、ミオ様、申し訳ございません。それにしてもミオにも彼氏ができるなんてちょっと早い気もするけど、よかったね翔太くんみたいなかっこいい彼氏できて。てか翔太くん、あの相当喉乾いてたのかな、2つも一気に頼んじゃったの。そんなイケメンだなんて、お姉さんこそすごく美人じゃないですか。あはは、本当もう最近の子はお世辞がうまいんだから。翔太くん言ったでしょ、マオ姉は私の自慢のお姉ちゃんなのよ。ところでマオ姉はいい加減に彼氏とか作らないの。彼氏が、そうだね、私あんまり考えたことないな。誰かに守られるっていう感覚もないし、どっちかっていうと私が守っちゃうって感じだし。さっきミオちゃんに聞いたんですけど、お姉さん魔法使いなんですか。すごいな、まるで映画に出てきそう。僕もお姉さんに会った瞬間から魔法をかけられましたよ。どんな魔法か教えてあげましょうか。そう、お姉さんの翔太くん。ああこのナイフ切れ味いいな。あすいません、なんでもないです。ああ学校かったりな、またサボっちまったよ。ん、あれ、あれはこないだ俺を助けてくれた魔法使いの人じゃん。やべ気づかれる、か隠れておこう。ってなんで俺隠れてんだよ、だっせ。お姉さま、お忙しいところわざわざ来てくれてありがとう。いいえどういたしまして、可愛い妹の彼氏が見れて私も満足だったわ。翔太くんまた遊ぼうね。はいもちろんです、お姉さんがいいなら全然二人きりでも。そんなに私と二人きりになりたいの翔太くん。うん、もちろんだよ。あれ何、急にピンクの人急に入ってきたんだけど。じゃあねミオ、またね。さ翔太くん私たちも行きましょう。よしミオちゃんがあっちを向いてる今だ。お姉さんほうきの後ろに何かついてますよ。わわわわ、ちょっとダメ、揺らしちゃダメ。おいおい、ほうきから落っこちんぞ、危ねえ。あれ君は確かこないだの。大丈夫かよ。お前がほうきから落ちそうになったのたまたま見かけたからちょっと助けただけだよ。いやごめん、急にほうきが揺れたからびっくりしちゃった。ありがとう少年。少年じゃねえよ、俺早乙女慎吾っていう名前あんだからさ。それにこないだ一応助けてもらったしな。
別に頼んだわけでもねえけど。はいはい、私が早乙女くんをあの時助けたいなって思ったから助けただけ。じゃあ今回は私が助けてもらったからこれでウィンウィンだね。ああまあそういうことだな。じゃあな、気をつけろよ。ふーん、なるほどね。あ、お姉さん大変、スカートが破れて思いっきり見えちゃってるよ。え、マジかよ。おいお前バカ、ちゃんとお前人目のないところに行けよ。別に私スカートとか何も破けてないんだけど。え、マジかよ、俺めちゃくちゃ恥ずかしいじゃねえか。ふっ、僕の邪魔をした罰だよ。さあミオちゃん行こう。翔太くん、お姉さまに何しようとしたのかしら。え、あ、ミオちゃんやっぱりあれかな、背中に目がついてるのかな。おやおや、早乙女少年、そんなに慌てちゃって。君はすごく真面目で優しいんだね。じゃあそんな君に素敵なおまじないをかけてあげる。明日も君がハッピーでいられますように。ハッピーラッキー。じゃあね早乙女少年、またね。え、なんだよ今の。あ、ハグしてきたよな。あ、挨拶みたいなもんなのかよ。ふざけんじゃねえよ。ダメだ、顔のニヤキが止まんねえよ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。